今回紹介する冬の登山におすすめの防寒着は、普段使いもできる実用性に優れたアイテムです。どれも定番アイテムで、冬の登山だけでなくスキーやキャンプ、3シーズンの登山の防寒着としても使用できます。今回紹介する防寒着は1年中使える汎用性の高さが魅力のアイテムです。ぜひチェックしてみてください。今回の動画は定番防寒着8選として8つのアイテムを紹介していきます。まずはじめにアークテリクスのアトム LT フーディ、2番目にフーディーニパワーフーディ、3番目にフーディーニロッジパンツ、4番目に山旅コンパクト防風ミトン、5つ目にパタゴニアキャプリンエアボトム、6つ目にマウンテンイクイプメントのパウダーパンツ、7つ目にモンベルのスペリオダウンジャケット、最後8つ目にラブダウンスリッパを紹介していきます。最後まで楽しんでご覧ください。まずはじめにアークテリクスのアトム LT フーディです。アークテリクスのスタッフ全員が持っていると言われるほどの定番アイテムで、程よい通気性があり、それでいてしっかりと体を温める優れたデザインの河川ジャケットです。使用しているのは河川コアロフトと呼ばれるアークテリクスオリジナルの中綿で、こちらの中綿は水に強くて軽くて防風性に優れた特徴を備えています。この中綿によって体幹をしっかりと温め、汗をかきやすい側面に通気性に優れたストレッチ素材をあしらっているので、動きやすくて快適に行動できる防寒着兼アクティブインサレーションに仕上がっています。アクティブインサレーションとして使用するときにはちょっと暖かすぎるので、森林限界を超えないぐらいの標高の高さの登山に最適です。普段出かけるときにはダウンジャケットを着用していて、電車や室内に入ると暑くて汗ばむような状況でも、しっかりとこの脇のストレッチ部分で通気するので、ずっと着用し続けられる河川ジャケットです。特に1月2月とか室内と外の寒暖差が激しいようなシーンではとても重宝するジャケットです。続いて動きやすさ抜群のフーディニパワーフーディです。素材にはポーラテックのパワーストレッチを前面に使ったフード付きのジャケットです。かなりストレッチをして動きを妨げないので、とても着心地が良くて、ストレッチ素材なのでハードな動きにも追随する良さがあります。このように見ていただくと分かるように、首やら手首やらをしっかりと温める素材とデザインが採用されていて、ハンドウォーマーポケットもついています。ハンドウォーマーポケットの中はこのようにメッシュ地になっているので、ジッパーを開けておくとベンチレーションの代わりになって涼しく過ごすこともできます。中は気持ちの良い素材で、少し厚みがあるのでかなり寒い時でもこれ1本で過ごすようなこともできます。ジッパーはダブルジッパーで真ん中あたりだけを閉めておいて、涼しく快適に行動するようなこともできます。続いて定番リラックスパンツで大人気のフーディニのロッジパンツです。こちらはポーラテックのパワードライを使ったストレッチパンツで、さまざまなシーンで活用することができます。リラックスパンツなんだけれどもパワードライ仕様なので、肌についた汗をしっかりと吸い上げてくれる特徴があります。中はこのように起毛した素材で、汗を吸い上げたらすぐに汗が乾くような特徴があります。ポケットの中はこのようにメッシュ素材になっています。なので先ほどのパワーフーディと同様にジッパーを開けておくことでベンチレーション代わりになって涼しく快適に過ごすことができます。手がかじかむ季節に超おすすめの山旅コンパクト防風ミトンです。8センチ8センチというすごくコンパクトに持ち歩くことができる防風ミトンです。寒い季節で手が痛くなる大きな原因の一つが冷たい風が手に当たることだと思ってるんですけれども、これを防ぐためにはどうしても厚手のグローブで手を守ることになりますが、今回紹介するこのグローブはわずか 20g というとても軽量で、しっかりと冷たい風を手から守るコーデュラナイロンで作られたミトンタイプのグローブです。左側のグローブのポケットの中に両方のグローブをパッカブルすることができます。なのでパッカブルした状態でポケットに突っ込んでおくこともできるし、ザックに取り付けておくこともできます。そしてミトンタイプなのでこのように指と指の間にコールドスポットができづらくて、例えば人差し指の熱を中指にという形でこの中に熱をためるということで、とても温かいグローブの一つです。こんな感じですぐにグローブをフィットさせたり取り外したりすることができるグローブです。とてもコンパクトで軽量なので、これエマージェンシーキットに持ち歩いておくのにもとても便利で、
冬だけでなく一年中使えるアイテムの一つです。続いて紹介するのがインナーパンツからパジャマまで幅広い使い方ができるパタゴニアのキャプリンエアボトムです。パッと見た感じ普通のタイツに見えるんですけれども、こちら縫い目のない 3D ニット構造で編まれた程よい保温と通気を兼ね備えたタイツです。雪山登山とかだとこのウェアを直接アンダーウェアとして着用して、その上にハードシェルを着用するというような使い方もできるし、夏山登山ではこれをパジャマとして着用しています。これは山旅のドライバッグで、ロールトップで水から守るタイプの第二摩製のスタッフバッグです。こういうスタッフバッグの中にテント泊をする時の着替えなどを入れて、くるくると回して止めて持っていくというような使い方をしています。マウンテンエクイプメントのパウダーパンツです。マウンテンエクイプメントは個人的にとってもダウンの質が良いと思っていて、シュラフとかダウンジャケットも僕はマウンテンエクイプメントを愛用しています。このマウンテンエクイプメントのパウダーパンツはメンズ用は前にこのようにジッパーがついているので、このように開いて用を足すことができます。裾の部分はシンプルなこのようなストレッチのゴムが入っていて、ウエスト部分はこのようにドローコードでフィットさせるような作りになっています。とてもシンプルなんだけどもとても暖かいというダウンパンツです。もう一つ特徴的なのが股の内側って、ここを動脈が流れているところに関してはコールドスポットが生まれづらく、そして保温力に優れているので、このような構造のため内側の股の部分の保温力に優れている作りというのもこのマウンテンエクイプメントのダウンパンツの特徴です。続いてコストパフォーマンスに優れた800フィルパワーのダウンジャケット、モンベルのスペリオダウンジャケットです。このスペリオダウンジャケットはモンベルの中の軽量シリーズにカテゴライズされるダウンジャケットです。使用されているダウンは800フィルパワーの高級ダウンを使用しながら、なんと 14,520 円というとっても安く購入することができるダウンジャケットです。そして重量はこれまたちょっと驚いてしまう、なんと 188g と、とても軽量です。またさらに驚くのがこのようにちょっと分かりづらいんですけれども、本来シングルキルトといってダウンをこう縫い潰すような形になっているんですけれども、モンベルの場合はここが縫われてないんですね。ここ十字で縫われていて、ここは縫われていない、こういう四角いステッチなんですけれども、ここだけ縫われていないということで、ここにコールドスポットが生まれないという独自の構造を使っていて、それによって保温力が優れています。これもこのように付属のスタッフバッグがついていて、ナルゲンボトルの3分の2ぐらいの大きさで持ち歩くことができるんですけれども、ダウンが撥水ダウンじゃないんで、これやっぱ濡れたらすぐに保温力が失われてしまうので、先ほど紹介したこのような山旅の、これは第二摩製のロールトップのスタッフバッグなんですけれども、これに入れるようにしています。この山旅の第二摩製のスタッフバッグは 10g 台ととっても軽量で、ちょうどダウンジャケット1つ入れるのにちょうど良い大きさです。そして、空気を抜くのも上にこのようにマジックテープついているので、少し開けておいてぐーっとこのように空気を抜いたら、マジックテープをこのように止めてしまえば空気が入ることがないので、そのままくるくると3回がいいとされていますけれども、3回くるくると回してパチンと止めれば、とてもコンパクトにして持ち歩くことができます。あまりダウンはコンパクトにしてスタッフバッグに収納するというよりかは、ちょっとふわふわっとさせておいてザックの中の隙間を減らすことができて、固定させることができるので、あんまりこれでギュ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 ちっちゃくコンパクトにするというような目的よりかは、濡らさずに持ち歩くということを注意しています。最後に紹介するのが足をずっと温かくしてくれるラブのダウンスリッパです。これは表面素材にパーテックスカンタムを使用しているので、雨に強くて中のダウンを濡らさないようにした作りになっています。なので外での使用に適しています。このようにソールが入っていない、あとはクッション性がそんなにないので
あまり岩がゴツゴツしたところで履くというような想定には作られていませんが、それでも非常にデニールのある強い素材で作られているので破けづらくて耐久性に優れています。伸縮素材のリブがこのように足首にフィットする部分に入っているので、足首から冷気がこのスリッパの中に入り込むというようなことがないのも好きな点です。僕はあまりアウトドアで使用するというよりかは、例えばキャンプに行った時テントの中でこのスリッパを履くとか、あとは家の中で下がフローリングなのでちょっと足が冷たいなという時は、やっぱ1月2月になるととても寒くなるので家の中でも使用しているスリッパです。最後までお付き合いいただきありがとうございます。山旅旅チャンネルでは登山ギア、ウェアの比較、軽量のアイテムの紹介、登山に便利なアイテムの使い方を発信しています。気になった方はぜひいいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。